こいつはとても刺激的な話だぞ。三文小説にぴったりだ。有名な教授は二度死ぬ。普通より一回多いんだ。売り上げもきっと二倍だな。私の名も国中に知れ渡るだろう。本当に恐ろしいわ。教授は心臓発作で数日前に亡くなったの。それなのに今日の夜、ノックに気づいてドアを開けたら血を流して苦しむ彼がいたのよ。何か言いかけたけど倒れて亡くなったわ。またこう繰り返してた。バーケッソ、バーケッソ、何度も何度も。どういう意味？なんてことだ。あれほど偉大な人がまだ喪に服していたのに、昨日一族の墓所に埋葬したんですよ。聞いてないぞ。これを見たからにはもっと質問をしないとな。戻ってこれについて聞こう。数日前に受け取ったわ。中身は彫像だった。すごいものだと思ったけど、彼はごく平凡だと言ってたわ。送り主はわからない。クモ？追い出した方がいいわね。エメットはクモを死ぬほど怖がるの。父は有名な人類学者で探検家でもありました。今後の小さな村の風習を調査したことで名を挙げたんです。大学の同僚がよく海外から小物を送ってくれました。今は遺言状について話す時じゃありません。父と僕の婚約者の仲が悪かったのは事実ですが、義理の娘として受け入れてくれさえすれば仲良くなれたはずです。スピードを落とせ。もう一度証言を聞いてみよう。
戻ってこれについて聞こう。また現れた？35年墓掘りをしてるがこんなの初めてだ。息子さんが鍵をかけるのを見た。俺みたいなやつに7ギニーは大金だ。自分の金には気をつけて、もしもの時のために取ってある。とても裕福なの。息子さんとの結婚を祝福してほしかったわ。本当に気の毒に思うわ。変更が実際に行われたか知ってる？それは見つけないでほしかったわ。研究目的で死体を購入する学部もある。それが大学の現実よ。戻ってこれについて調査しよう。容疑者をもう一度尋問するべきだな。優秀な同僚だ。多くの著作がある。彼が獲得したほどの知識を集めることは誰にもできないだろう。私は非常に腹を立てている。これまで長年研究してきた貴重な標本が数日前に逃げてしまった。間違いなくあのそそっかしい助手バージニアのせいだ。私の論文のテーマだよ。南アメリカ人の同僚はこのクモ類はボリビアアンデスでしか見つからないという魅力的な研究対象だ。これについて誰かが詳しいかもな。人類科学界は偉人を失った。彼は分野に大変改革をもたらした。彼の地位を引き継げたら嬉しいが。それはどれだ？すまないが、メガネをなくしてしまって。少し前にビング教授が発見した部族についての研究でアフリカへ行ってきたんだ。私のよ。似たものを置き忘れたの。多分葬儀で動転してて。
そいつはひどい侮辱だ。捕まったらすぐ刑務所行きだな。確かに副業でたまに死体を売ってる。食っていくためにな。鍵を壊して墓所裏の台車に乗せておいたんだ。暗くて見えなかったが、誰かが教授を運んでいった。ぬかるんでたからまだ轍が残ってるだろう。偉大な人類学者になるために彼の知識が必要だった。彼が愛した部族が手段も与えてくれた。あのサイラス教授は特に狡猾でおぞましかったね。ミスター・レイモンドが大喜びだ。